デストラクションは、ドイツ出身のスラッシュメタルバインド。同国のスラッシュシーンを早々期から支えてきた、実績を持ち、日本では、ソドム、クリーターと並んで、ジャーマンスラッシュサンバガラスとも称される、ジャーマンメタルの代表的グループ。創設者マイク1982年、ドイツのバーデンビュルテンベルク州、バイルアムラインで、ナイトオブデーモンとして結成された。ほどなく、 バンド名をデストラクションに変更し、1984年にでもベスティアルインベージョンオブヘルを制作する。これが元でスティームハンマーレコードと契約し、ミニアルバム、センテンスオブデスを発表。1985年にファーストアルバム、インファーナルオーバーキル。1986年には、セカンドアルバム、エターナルデバステーションを発表する。その後、トミーが脱退。 1987年からは、ハリーとオリーが加入し、ツインギターの4人編成となる。同年にサードアルバム、リリースフロムアゴニー。1989年には、ライブアルバム、ライブウィズアウトセンスを発表。ツインギター編成を活かし、独自の不協和音ツインリードを導入するなど、ストレートなスラッシュメタルから、より複雑なスタイルへと移り、再生を迎えた。 1989年、ハリーとの音楽性の不一致により、象徴だったシュミーアが脱退。よりテクニカルな方向を求めたハリーと、直線的スラッシュメタルを求めたシュミーアとの間の圧力が原因であった。公認ベーシストとして、クリスチャン・エングラーを迎えたもののボーカルが見つからず、スイスのスラッシュ、パワーメタルバンド、ポルターガイストのアンドレ・グリーダーの手を借りて、 1> 翌1 9九十年にホースアルバム、クラックドブレインを発表。本作を最後に日本とのレコード契約が切られ、音楽性の時代の変化などもあって失速していった。バンドは一度停滞するも、マイクたちは新メンバーを入れて、活動を継続。音源も残したが、公式には EP、デストラクション、EP、ゼムノットミー、フルアルバム、ザ・リスト・サクセスフル。 ヒューマンキャノンボールの3タイトルを実態は別物のネオデストラクションによるリリースであるとして正式な音源として認めない姿勢をとっている。音楽性はモダンヘビネスに近いスタイルだった。復帰後のシュミーア1999年、シュミーアが10年ぶりに復帰。新たなドラマーにスベン・ボーマンを迎え、結成当初と同じ3人編成となる。その後大手レベル。 ニュークリア・ブラストと契約し、2000年に復活作、オール・ヘル・ブレイクスルースをリリース。続く2001年には、アルバム、ジ・アンチクライストをリリース。2002年にはドラマーが、マークレインに代わり、翌2003年にアルバム、メタル・ディスチャージをリリース。バンドは、初の来日公演を行った。2005年、アルバム、インベンター・オブ・イーブルをリリース。同年9月には、 ライブイベント、スラッシュドミネーション例語においてテスタメント、クリーター、ラーズ・ロキットと共演する二度目の来日公演を行った。2007年2月、過去の曲をリメイクした企画アルバム、スラッシュ・アンセムズをリリース。リメイク14曲に加え、新曲2曲を収録。クラックド・ブレーン収録曲をシュミーアが歌っているなど、企画版らしい特別な内容となっている。月には、 ライブイベント、スラッシュドミネーション07にニュークリアアソルト、アナヤレーター、ネバーモアと共に出演し、3度目の来日を果たした。2010年に、マークレインが脱退し、ポーランド出身のドラマー、バーベルが加入した。2013年3月、日本のスラッシュメタルイベント、スラッシュドミネーション2013に出演。2016年1月、スラッシュドミネーション2016にて、 来日公演。同5月、アルバム、Under Attack をリリース。2018年1月、バーベルが脱退し、ランディブラックに交代。4月、アジアツアーを開催し来日公演。2019年、新ギタリストダミール・エス・キッチが追加入試、29年ぶりの4人編成となるアルバム、b ーン n to Perish をリリース。2020年5月時点、 ネオデストラクション扱い定築より国内で発売された。現在いずれも廃盤。以下はオフィシャル側から暴流の音源として除外されている。ありがとうございます。